谷弁護士カフェ。この時間は琴谷暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは。今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。琴谷弁護士カフェは札幌市西区琴谷の弁護士事務所琴谷暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。琴谷弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友貴則です。今日もよろしくお願いいたします。アシスタントの加藤です。本日もよろしくお願いいたします。はい、はい。前回の放送では今年の4月から義務化された相続登記について、義務化された背景や手続きをしなかった場合のペナルティなどについてお話をしていただきました。はい、前回相続登記をせずに放置された不動産や土地が年々増加している、このことが社会問題になっていまして、これまで任意だった相続登記が義務化されたというお話をしました。でまた過去の相続分も今回の義務化の対象となるということで、この猶予期間2027年3月末ということで定められておりまして、この期限内に申請しなければ行政的なペナルティとして、10万円以下の過料となるということも解説させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。相続登記の義務化というのは今年の4月に、義務化になったばかりなんですが、やはりこの相続登記を忘れてしまった場合のトラブルというのは結構多いのでしょうか。多いですね。で、相続登記をしなかったということで、トラブルに発展するという事例、うちの事務所でもね、いくつかありまして、ちょっと例をね、お話しいたしますと、まず、例として一つ挙げますと、例えば自分の土地だと思って、この家をね、建てて住んでいたら、実はその他人の土地だったというケース、あったんですよね。で、相談者のこれお父様がこの家をね、その相談者が生まれる前、50年前に建てたということで、お父様の名義で家を登記されていたんですが、古くなってきたので、家を建て直そうと考えたらしいんですね、相談者の方。で、銀行の融資を受けるために、この土地の登記簿を調べたら、なんとね、その土地がお父様の名義ではなかったということが判明して、でよくよく調べるとこれがまたすごくて、その土地の所有者は大正10年から所有していて、すでに100年以上経っていてですね、で所有者は当然お亡くなりになっているとでいうことで、もう所有者不明ということで、銀行から、このままでは融資ができないと言われたということで、私のところに相談したというところなんですね。で、はい、結局これ取得事項ということで、所有権を取得するためにじゃあどうしたらいいのかと、相続人の方、その方のお亡くなりになった方の相続人の方を探し出しまして、でその人を相手に裁判をしたと。で、最終的にはね、これ半年以上、1年近くの月日と、これね、大変申し訳ない額だったんですが、100万円ぐらいの経費がかかって、この数十人の相続人を探して対応して、無事に登記を移転して、銀行の融資を受けて家を建て直すことができたということもあったんですよね。そんなことがあるんですね。やはり登記を放置しておくと後になってから思わぬところで問題が起こってしまうケースもあるということですよね。先生の今のお話にあった取得事項というのはどういったルールなんでしょうか。この取得事項とはね、所有の意思を持って物を一定期間占有したときはその物の所有権を取得することができるという、そういう事項の制度、この民法162条に規定されているんですが、でこの取得事項には長期取得事項と短期取得事項と2種類があって、今回のように所有を開始した時点で事故のものであると信じていた場合は10年間、もしくは事故のものではない、自分のものではないと知っていた場合、もしくは過失によって知らなかった場合は
20年間の占有期間の経過によって所有権を取得できるというこの制度、まあ、今回のようにね、父さんの話聞いてみると、まあ、自分の土地だと信じて、まあ、その土地を10年以上占有して住んでいたという場合は短期の10年間の取得時効で、まあ、所有権を取得できるということなんですが、これただしね、これの裁判所の手続きを経る必要があるので大変なんですが、まあ、要注意なんですね。他の例としてで、はい、もう一つあると、この土地をね、購入しようと思ってこの登記名義の方に連絡をしたら、その方お亡くなりになっていたケース、まあ、これも実は多々あるケースなんですが、相談者の方、まあ、北海道でね、今キャンプとかアウトドア流行ってるということで、キャンプ場を作って営業したいと思ってる方がですね、これもうある方、そこを原野だと、まあ、なんなら森になってるような場所を、はい、まあ、購入しようとして、あの登記簿というのを見ると、あの誰が登記、要するに所有者だとか、あのどういうふうに区分けされてるかっていうのが地図で分かるんですよね。そうするとね、その一見するとそう原野で何もないとこなんですが、実はね、たくさんの区画にきちんと分けられていて、もう複数の所有者、もう本当たくさんの所有者がいることが分かったと。キャンプ場を開こうと思った方が、まあ、それぞれの登記名義の所有者に連絡を取ろうとしたんですが、複数人の方がね、もうすでに亡くなってる方が多くて、所在不明の方すらいたと。で、最終的にまあ私のところ弁護士に相談したところ、どうやらその土地はね、過去に原野商法、聞いたことある方もいると思うんですが、まあ、原野商法で本州の方々に売られた経緯があって、はい、今ではね、その所有者の方は、まあ、お亡くなりになって、形式的にはお亡くなりになった方の所有のままなんですが、まあ、実質的にはね、その相続人たちが所有してるというまあ状況だったんです。で、やっぱりこれもね、相続人を探し出して、まあ、時間と手間をかけてようやくね、まあ、購入できたということで、まあ、その相続人の方もびっくりしていてね、まあ、こんなところに財産があったのかと、まあ、少し喜ばれているような感じではあったんですけどね。はい、うん、原野商法というものがあるんですね。そう、そうですよね。で、まあ、原野商法ね、聞いたことある方いると思うんですが、まあ、本当にね、原野でね、価値がないような土地を、ね、騙してっていうかね、売りつけるような悪徳商法が1960年代から1980年代に盛んに行われていて、まあ、この新聞の折り込みだとか雑誌の広告などを使った広告、当時ね、よく行われていたらしいんですよね、うん、はい、実は私の祖父も多分あの原野商法だったと思うんですけど、そういう土地を買ったことがあったみたいで、そのやっぱこれから価値が上がるエリアですよみたいなことを言われて、うんうん、こうお友達同士でこう北海道の本当に原野の土地を、うん、購入したようなんですよ。まあでもそのまま、私の母が相続をしたんですが、うんうん、本当に今も原野なんですよね。私、Google マップで見たことがあるんですけど、うん、すごいね。はい、本当にもう価値が低いので、結局その相続にかかった費用、司法書士さんにお支払いした費用の方がこう高くついてしまったと、はい、話していました。はい。なかなかそういうところも売りたくても売れないと思うので、今回のケースのように突然誰か買いたい人が現れたら嬉しいかもしれないですね。これね、本当原野商法ね、はい、北海道非常に多いんですけど、まあ、全国でもね流行ったこともあって、まあ、本当にね多くの被害者の方いると聞いてるんです。もう見た目原野だとか森だったりして、わからないまま放置されて、しかも所有者の方がお亡くなりになっている場合もあるんですよね。でね、最後にね、もう一つ例はお話ししますと、で、実はね、これもね、よくあるケースなんですが、古くなった家をね、取り壊そうとされたら、家の名義がなくなった父の名義のままだったというケースなんですね。要するに自分と、まあ、この相談者の方は自分のその父親が子供の頃に建てた家なんですけど、まあ、古くなったんで建て替えようと思ったと。ところがね、この登記名義のお父さん、まあ、このお父さんが亡くなった後にそのままにしていたというケースなんですね。で、建て替えのための業者が、まあ、その登記名義お父さんなんで、すぐにもう引き受けてくれないと。で、この固定資産税もね、まあ、亡くなったお父さんの名義で来てたらしくて、で、同居していたっていうか、そこ住んでいたお母さんがそのまま払っていたらしいんですよね。だからもう何もないだろうということで、まあ、放置していたということなんですが、弁護士さんというか、うちに来まして、で、まずね、
この相続というの手続きっていうのは時間が経ってもできますので、今住まわれているお母さんの名義に変更するということを提案いたしまして、で無事にお母さんにその名義を変更した後建て替えができたと。でまあこの方の場合は、まあお母様も高齢だったから、まあそういうことが今後起きないように遺言書を作成しておこうという話にはなったんですよね。はい、実際にこう建て替えようとなった時に、そういった相続を登記が放置されていることでなかなか進めないとなると、こうやっぱり生活にも影響を与えてしまうことなので、やはり相続登記早めの対処が必要ですよね。まあ本当にそうなんですよね。まあこの相続のトラブルを避けるためには、まあ一番の方法、まあ何度かこのラジオでもお話ししてますが、はい、遺言書を作成するということですね。で、遺言書にはまず誰に相続させるか、また誰に遺贈させるかということを明確にすると。そして、名前だけでなくね、まあ族柄、続き柄だとか、誕生日、可能なら住所までしっかりと記載して誤解がないようにするという必要がありますよね。で、相続する人の法律上の相続分も確認して、遺留分という権利に、まあ、配慮して記載すると、後でトラブルを防ぐこともできるということなんですよね。はい。遺言書の書き方にも、こう、いろいろな配慮が必要になってくるということですよね。そうですね。さらには、この相続させる財産、相続財産もね、具体的に明示して書いていただきたいと。そうするとね、この遺言執行の際に、どの財産が対象になっているかということがね、きちんと特定しているということが大事で、これが特定されてないとトラブルの、元になりますよね。あとね、きちんと分割がね、できる財産を指定するということも大事なんです。で、分割できない、例えば広い土地、それを3人の兄弟で共有するとかやってしまうと、後々ねトラブルになってしまうんで、きちんと分筆しておくとか、分けられる可能性があるものを書くということなんですよね。はい、相続登記をこうしっかりとするという、その前にまずは財産をきちんと特定して、具体的な分け方を決めた上で遺言書の内容をしっかり考えておこうということですね。そうなんですね。はい、相続はね、誰もいつか必ず直面する問題ですし、この手続きも複雑なんです。でトラブルを避けて安心して相続を進めるためには、弁護士などのね、法律の専門家に相談することをお勧めいたします。長友国際法律事務所では、相続や遺言書に向けてのお悩みに方に向けて定期的にセミナーも開催しております。個別相談も受け付けておりますので、相続や遺言書に関するお悩み、ぜひね、いつでもお伺いいただいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。本日は相続登記を忘れるとどうなる、不動産のトラブルの事例についてお話をしました。コトニ弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。コトニ赤月法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛てにどうぞファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331。メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp でお待ちしております。はい、本日は長友国際法律事務所弁護士の長友孝則とアシスタントの加藤がお送りしました。ありがとうございました。弁護士の小野昭義です。弁護士法人琴に暁法律事務所では、わかりやすく親切にあなたのお悩みをしっかりと伺います。私小野昭義と小野博道、馬場幸喜、3人の弁護士がそれぞれの強みを生かして問題解決へサポートいたします。西区琴に1条6丁目西区役所向かい、琴に第一ビルディング3階、電話 624-0055。 番組琴に弁護士カフェも放送中です。西区琴に暁法律事務所で検索。琴にの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。琴に1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、琴にの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
琴に弁護士カフェ。この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。